おはようございます、鍋でございます。本日はですね、ボケてんなおい、見にな、はい、9月14日9時を過ぎたところでございます。今日は世間の皆さん3連休の初っ端ってでしょうかね。私はですね、これからちょっと社員研修ということで、会社の方におりますけども、これ会社で撮ってるんですよ。今日ですね、ちょっとその研修前にですね、ちょっとYouTube の方の受信ボックスチェックしてたんですけども、まあ皆さんですね、そうそうたるYouTuber の皆さんですね、こっちはもう本当に素敵な動画を見させていただいて、笑ったり、感動したり、ためになったりしてですね、コメントをパパパッと勢いのまま打つんですけど、必ず返してくれるんですよね。で、私もコメントをですね、最近は本当に頻繁にいただくんですが、これがね、なかなか返せないというかですね、一つずつ動画を見て返すのか、この受信ボックスを見て返すのかね、このコメントを見て返すのか、なんかどうしたらね、こうサクサクサクっと返せるのかね、非常にこの初歩的なことなんですけども、まあ苦戦しております。苦戦するほどのことじゃないんでしょうけどもね、こう、まあ、いただいたメッセージをポンポンポンとね、このスマートフォンからでもこうサクサク返せればいいんですけども、なかなかちょっと、まだやり方がわからない状態でございます。本当にですね、たくさんの、コメントをいただきまして誠にありがとうございます。この場を借りて、お礼申し上げます。極力ですねご返信しようと思ってますけども、ちょっと遅くなったりですね、週が明けたりとかいうことになりますが、なんとか、ご容赦いただきたいなと、このように思っております。昨日のですね、イノさんのもう本当申し訳ないですね、思い出し笑いでね、もう爆笑でしたね、ツイキャス本当に、皆さんフォローしてください。山形の YouTuber のですね、イノチャンネル、イノさんでございます。まあ爆笑ですよ。その代わりですね、本当に常識良識ある18禁というかですね、18歳未満の方でもよろしいのかもしれませんが、一部ですね、大人の表現がございますので、その辺はですね、まあ自己責任で見ていただきたいと思います。本当にですね楽しい、山形の YouTuber の井野さんでございますが、秋葉さんとかですね、まあ非常に面白いですね。今日はですね、別に何をあげてるわけでもないんですけども、コメントをですねいつもいただいてて、コメントがなかなかお返しが遅くなってるということのお詫びとですね、今日はですね、イノチャンネルのイノさん、本当に面白い方ですのでね、動画も面白いですし、ツイキャスも爆笑できますので、ぜひですねご覧いただきたいと思います。それではですね、時間となりますので、研修に行きたいと思います。それではまた。